はい、こんにちは、沖縄おばばです。はい、うんぎゃさんが久しぶりにここに来てますね。久しぶりですね。うんぎゃさん、かわいいですね。ねえ、いですね。はい、ゴロゴロ言ってますよ。かわいいうんぎゃさんですの。もうこの子ね、二十歳過ぎてるんでね。大事、大事です。はーい。はい、皆さんどうも、こんにちは。はい、えー、和水がね、和水が大変なことを言い始めました。 はい。えー、何を言ったか。はい。人道主義はもう終わりだと言いました。はい。えー、これからが本番だということです。はい。これから本物の線のね、線の早々になりますよと。今までのは別にね、線の早々ではありませんでしたということです。えー、どういうことかというと、和すはっきり言ってます。はい。 えー、どんどんどんのね、パッチンパッチンをやるつもりではないみたいです、どうやら。えー、この文章を見ると、いわゆる、エネですね、エネはい。エネルギーです。はい。エネルギーを、もうやらないよ、みたいなことを言ってます。はい。もう完全に怒ったみたいですね。どうやら、はエケにもあげてたみたいです、ね。はい。もうあげないということです。 はい。多分、これは、ゆうのろうにも当てはまるでしょうし、エケの味方をしているお国はね、もしかしたら、もうあげないようの対象に全部入ってくるかもしれません。はい。そういうことです。もうあげないということです。はい。エネを。はい。ガッスンガッスンとかね。おーのね、いるいるとかです。はい。 えー、日本ね、まあ、昨日、あのー、お伝えしたように、えー、去年の3倍、えー、買ってますが、これ、あのー、K の約約があるからみたいなんですけど、でも、えー、3倍ですからね。はい。えー、なので、もしかしたら、えー、こういうのはね、あ、えー、げる国が一存でもう、いくらでもすることができるんですよ。はい。一存ですから。はい。 なので、えー、いつね、ぬっぽが買っていたね、ガッスンガッスンをね、打ち切られるかわかりません。はい、そういう状況です。はい、えー、昨日、昨日の記事ですね、これ。昨日、そういうふうに和水側が表明したということです。NA ですね、NA。え、はい。で、4、えー、の6波6波にも NA はいかないと。はい、まあ、どうしてかっていうと、 ウクにね、はい、はい、エケですね、エケ、はい。エケにね、あ、えー、げちゃうからということです。エネルギーをね。はい。なので、もうね、えー、売りませんよっていうことなんですよね。はい。まあ、そういうことです。これ、あの、本気でね、えー、やられたら、あ、ひとたまりもありませんからね。はい。えー、ぬっぽん買ってますから、はい。 ええー、和水から。はい。え八、ー、8月は去年の3倍買ってます。はい。えー、まあ、騙されてますけどね、皆さんね。こういう事実か、言、ね、あ、あのー、こういう事実がね、バレたらどうするんでしょうかね。<laughs> はい。そういうことです。NA のね、ルギールギーを、もう、もうあげないと。はい。まあ、そういうことでございます。はい。本気で怒らせるとこういうことになります。はい。 まあね、これで、えー、往存しますね。はい。西の側側は。はい。えぇ、ー、ぬも、考えてほしいです。ここら辺はね。はいはいと、こ仲直りした方がいいと思いますよ。はい。えー、なんていうのかな。負けると分かってるところとね、仲良くしてどうすんだってことですよ。<laughs> つまりは。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、それではね。 こちらの記事もぺったんこしておきますので、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。あーあーん、かわいいですね。うん、ほらほらほら、かわいいの。ねーあにゃー。ねー。あ、ゴロゴロ言ってますね。うん。